というわけで、忙しい人のための戦国大名家紹介シリーズを始めていきます。今回紹介する大名家は、小勝館の異名で知られる小野寺家です。小野寺家は、戦国時代には現在の秋田県南東部から山形県北部を領地とした戦国大名です。そんな小野寺家は、平安時代後期に小野寺義弘という人物が、下野の国小野寺を領地としたことに始まります。やがて鎌倉幕府を作った源頼朝が1189年に東北地方の覇者、奥州藤原氏を滅ぼすと、当時、頼朝に仕えていた小野寺道綱は出羽の国小勝郡、現在の秋田県湯沢市周辺に領地を与えられました。とはいえ、鎌倉時代を通じて本家は鎌倉で上級国民生活を送っていたため、小勝郡は分家の人が治めていました。その後、南北朝時代に入ると本家の人たちも小勝郡に移住し、以降は小勝郡が正真正銘の本拠地となりました。それから小野寺家は安藤家や南部家などと戦い、1468年には南部家を戦北軍から追い出しますが、間もなく戸沢家が同じ場所で独立したため、戦北軍を得ることはできませんでした。しかし16世紀前半に入り小野寺種道が当主となると、一族を領内各地に派遣して周辺の豪族を次々と服属させ、小野寺家の支配力はぐんと強くなりました。ところが1546年、種道は家中のごたごたに巻き込まれ、家臣に暗殺されてしまいました。こうして、主を失った小野寺家は家臣の好きなように牛耳られてしまうのかと思われましたが、間もなく種道の後を継いだ嫡男、影道が西隣の大宝寺家などから支援を受けて父の仇を見事討ち果たし、小野寺家の支配力はかえって強まる結果となりました。そして影道は小野寺家の最盛期を築き上げ、その領地は現在の秋田県南東部から山形県北部まで広がりました。しかし、1581年に有力家臣である酒延秀綱が最上家に寝返り、翌年に影道が隠居して義道が当主となると、小野寺家は一気に衰退し始めました。義道が当主となってから間もなく、友好関係にあった百合軍の豪族たちの大半が小野寺家に反旗を翻し、4年後の1586年には有谷峠の戦いで最上家に大敗。1587年には安藤家との戦いの最中に最上家に城を占領され、1590年には豊臣秀吉になんとか心中を認めてもらったものの、直後に領内で一揆が起きたため、本拠地の小勝郡を没収されました。さすがに先祖代々の土地を没収されるのは納得がいかず、小野寺家はその後も小勝郡を不法占拠し続けましたが、新たに小勝郡の主となった最上家の勢いにはかなわず、じりじりと領地を奪われていきました。そして、北の関ヶ原、こと1600年の慶長では合戦においては、当初は徳川家康に従って東軍として戦っていたものの、同じく東軍に属していた最上家から領地を奪い返すべく、途中で西軍に寝返りました。しかし慶長では合戦は結局東軍の勝利に終わったため、義道は領地を全て没収され、大名としての小野寺家は滅亡しました。その後江戸時代に入ると、小野寺一族は津和野藩や新庄藩、赤穂藩など各地の大名家に家臣として仕え、忠臣蔵で有名な赤穂浪士氏17氏のうち5人は義道の子孫を名乗っていました。以上、小野寺家の紹介でした。もしこの動画を見て小野寺家についてもっと知りたい？と思った方は、このチャンネルの戦国大名家紹介シリーズ小野寺家の動画をご覧ください。それでは、さようなら。